私は今日橋本市長の発言の中で日本人薬問題に関わる部分について、絞ってお話をします。今日の集会資料の中に橋本発言をのピックアップがあります。あれ見ていただいて、あの中の慰安婦問題に関する部分の要旨を私なりにまとめますと、まず第一に性病蔓延の防止、軍の規律保持、慰安、まあ、要するに兵士に休息を与える、そういうことのために慰安所は必要だったという最初に物議を醸したこの発言ですね。これが一つ。それから日本だけではない、世界中どこの国でも同じことをしていた、これがもう一つですね。それからにもかかわらず日本だけが非難されるのは、日本軍が暴行、脅迫、拉致をして性奴隷にしていたと世界から思われているからだ。でさらに、しかしこれは間違いで、そのような特殊性はない、もしもそのような特殊性があったら世界に言われるまでもなく日本は反省しなければならない、ここまで展開してきているんですね。第二次世界大戦時の性暴力被害者の中で、この日本軍慰安婦問題の被害者だけが何百人も名乗り出て政府に対して被害回復を求めている、このことこそが特殊性で、それに対して答えていない、だから非難されている。もう一度とにかくね、彼のこの自分自身の言ってることの嘘に気づかない、自分自身の言ってることの矛盾に気づかない、これを一生懸命フォローして追って反論する、このを取ります。女性差別、マイノリティ差別、人種差別、さまざまな形を取ってくるけれども、私たちはそれを揺り出して、その底に共通する人権感覚の欠落を公人に強く求めていかなければならないと思います。それで今回橋本さんの発言は西村慎吾の連鎖性が強いということを言いたいと思うんですが、西村慎吾の発言を招き寄せました。そして、日本維新の会は石原さんのその前歴を含め、それから今回の橋本さんの発言に肯定の姿勢を示すことも含め、日本維新の会差別発言三人男ということの感じがいたします。そしてそこに、同じ発想を持つ、安倍さんが加わる。慰安婦については橋本は、私はさんつけたくないうちに、兵士は女を道具にしてよいと言った。で、体を張って戦場で人殺しをさせられている男たちに女を踏みにじる権利があると言った。だけどもね、人殺しをさせられに指示に送られる男だって人権侵害だって声を上げてほしい。そうだ、男性とはそういう生き物である。その戦争の母ですよね、本当に。そうなんですよ、清水さん、母なんですけども、男とはセクハラする生き物であるとか、痴漢に、ね、電車に乗れば一定ある程度、まあ、痴漢にあるリスクを女の人も考えるべきだみたいな声が少なからず男性から出ている。でそういう声を受容する声もある。僕は十分安婦のことわからない、歴史認識はわからないけれども、橋本の発言の一部は容認できるっていうことをはっきりと言う人もいます。レイプシーンは男とはそういうものっていうことで、男の本能というざれ言とか暴言とか本当にくだらないことに油をかいている鈍さに、私たちはもっと怒るべきだし、とにかく今私は眠れないくらい怒っています。